二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インテリアの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、次世代エクステの秘密っていうテーマでですね、二藤さんと話していきたいんですけれども、はい。今度はですね、いつになるかわからないんですけれども、そのエクステ歴17年だったかな、のエクステ美容師さんというですかね、もう本当にこう全く新しい特殊なエクステ技術を持って、大変繁盛されている方がいまして、その方を立ててですね、エクステ、その方の技術を学びましょうっていうですね、機会を作ろうと思ってるんですよね。それで、それなんでやるかっていうと、その、やっぱり売りがない店が多いっていうところで、やっぱりその、技術っていうのはね、一つ売りとして作る上で強い部分ですし、その方自身すごいもう全国からお客さん来てたりとか繁盛されているので、その方に教えてもらうと思うんですけれども、ちょっと簡単にその方の、紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、もともとは僕の、スクールに入っていただいた方なんですけど、横浜でエクステサロンを経営している方で、20年近くそのエクステ業界でだけで活躍してきた方なんですけど、今現在は、海外 の、 そのエクステの有名のメーカーの、スペシャルアドバイザーみたいな、講師もと、その方しかいないっぽい、いないらしいんですけど、その講師とかもやられてる、その技術が要は認められて、認定され指定されたとかいうことらしいんですよね。世界シェア9割みたいですね、その海外メーカーの、ね、材料のシェア、はい、すごいですね。すごい、もうほぼとか超大手ですよね。で今はそのエクステを使って、いろんなとこでこう講習をしてる、地方に行ったりとか、東京とかでもやったりとかもしてるっていうことなんですね。お店を経営しながらですね、お店もすごく今繁盛してて、単価が月、1人の単価が3万円とか で新規のお客さんも何十人も来てて、その人もこう自分の引き継ぎというか、弟子というか、そういうのも作りたいっていうのもあるみたいなんですけど、やっぱりその人だけの技術なんですよね、それが。なのでそれを少しでも多くの人にこう届けたいというか、でその技術を求めてる人が横浜でお店をやられてるんですけど、いろんな地域から、その横浜のお店まで来てるっていうところで、じゃあそれぞれの地域にね、そのお店があれば、それを言う悩んでる方々もそこに行けば楽ですし、そういったなんかことを広めていきたいっていうふうに思ってる方ですね。単価3万円って話だったじゃないですか、はい、エクステってどのくらいなんですか、平均。いや、でもエクステって結局、これ聞いてるイメージされてる方もそのギャル系というか、ギャル系かブラック系、その編み込みのエクステみたいなものだったりとかっていうのをイメージしてる方も、あとはそのギャルのエクステみたいなのをイメージしてる、派手なのをイメージしてる方も多いと思うんですけど、そういったのは、やっぱり高かったりもします。普通に数万、3万とか、高かったり4万とかもするかもしれないんですけど、今回の山本さんって方のその技術っていうのは、普通の、OL さんとかもそうですし、普通のロングじゃないな、ショートとかのボブとか、そういった方のスタイルに、エクステをつけるっていう技術なんですよね。でそれを、世界一なじませることができる、それはもう自分でも自信持ってる、その人しか持ってない技術っていうふうに言ってたんですけど、それを単価3万円で、提供してるっていうところですよね。じゃあその一般的なエクステのお店とはまた違う客層にも、
に受けてるってことですね。そういうことです。だからある意味ギャル向けの、ね、お店でも、まあ、ギャル向けのお店やってる人たちも結局自然にした方が絶対にあのお客さんは喜ぶわけなんで、あのもちろん習得した方がいいと思うんですけど、一般の美容室でもそのやっぱりショートにされちゃして失敗しちゃったとか、やっぱりロングが良かったとかっていう人も絶対いるので、そういう人たちに向けてそれを提供してあげれば、単価も取れるし、うんうん、非常に、まあ、武器になるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどですね、うん、でもいいですね、エクステのメニュー一つ置くだけでもだいぶ変わりそうですもんね、うん、全然違うんじゃないですか、単価がまるっきり変わっちゃう、うんうん、本当ですよね、いろんな人がいるんですよね。やっぱそこ髪をこう切れちゃってとか、そのあまり痛みすぎちゃって切れちゃって、でそこに増やしたりとか、まあ、伸ばすに時間かかる、まあ、もちろん伸びるのってね、ショートとかボブにしちゃうとロングになるまで時間かかるんで、その間をあのつなぎたいとか、まあ、そういう人たちで悩んでる人はいっぱいいるので、まあ、そういう人たちに提供してるわけですね、山本さんは、うんうん、じゃあエクステだからって、いやうちギャル向けの店じゃないしとか、うん、ブラッケじゃないしとか、うん、なんか個性ある感じじゃないしみたいな、うん、でも出て大丈夫というか、うん、普通の、ね、いわゆる一般的な美容師の方でも取り入れて、うん、まあ、売りにできるよっていうことですよね、うん、そう。でそれはなんかすごく実は簡単らしいんですよね、うん、そのやコツさえ分かれば簡単にできる、導入できるみたいで、じゃあ今エクステやってない店でも大丈夫って、うん、そうですね、山本さんがもう今教えてる人たちって結構そういう人が多いみたいなんで、そう、あのどのお店でもできるっていうところですね、うん、はい、なるほどですね、うん、じゃあそんな、なんかプレッシャー感じずにというか、うん、まあ、気軽に、まあ、売りを作りたい、うん、で売り上げアップしたいっていう方の結構の手段として、うん、まあ、これいいんじゃないですかっていうことですね、うん、そうですね、やっぱそんな、やっぱ悩みが深いものをこう提供するとやっぱ単価って取れるん でしかもやっぱり今ってね、新規集客って言ってもその地域によってはその月100人200人って呼べるわけでもないわけですよね。ですごく一人でやってるお店だったらなおさらそうだと思うんですけど、だそういうところはやっぱ単価を上げた方がいいわけですよね、うん、でその単価を上げるためにじゃあヘッドスパとか、まあ、今だと髪質改善の宿毛矯正とかトリートメントとかってあると思うんですけど、まあ、それらも結構今こう飽和してきてるというか、そういう店も増えてきちゃってますよね。なんでそこにそのエクステっていうもので、を導入するっていうのは結構他の店にはないので面白いんじゃないかなっていうので、今回まあ紹介 したいなと思ったの理由でもあるんですけど、はい、うん、うん、なるほどですね、うん、そっかそっか。で僕この間その、まあ、山本さんとまたもう一人 とちょっとあの、まあ、僕がその、まあ、横浜にね個人的にあるんですけど、うん、引っ越したってことで、うん、ちょっとお祝い会をしていただきまして、うん、その時に山本さんと話してたんですけど、うん、もうどんどん最近休むようにしてるって言ってて、うん、もうなんか今まではやっぱり店休むとその分売り上げ減るからやっぱ心配じゃないですか、だ、うん、から休めなかったんだけど、まあ、なんか奥様からアドバイスもらったみたいで、うん、いやどんどんなんか休んで、うん、なんか行きたいイベントとか、山本さんとか音楽好きなので、うん、行きたい音楽イベントとかだったらどんどん行けばいいじゃんみたいな、うん、でってなんか休むようにしたらさらに売り上げどんどん上がったんですよ、うん、休んだら、うん、そういうのはやっぱりその、まあ、山本さんのこう確かな技術があり、まあ、さらに、まあ、なんかちょっと、ね、自由にしてるっていう羨ましいじゃないですか、お客さん的に、うん、っていうところでなんか 山本さんも結構自由に今やれてるみたいで、うん、やっぱそのまあ、一つの大きな要素って技術じゃないですか、うん、エクステの、うん、本当に今他県からも毎月のように来るし、海外からも来るようになったし、うん、ちょっとすごいなんか夢ある話だと思うんですよね、うんうんうん、でそんなにそれが習得が、まあ、実はシンプルだっていうのはすごく魅力的だと思うので、うんうん、まあ、ぜひね多くの人に来てほしいですよね、そうです、学びに、うん、この山本さん自身も、まあ、本なんかぶっちゃけお店も好きなんだけど、うん、講師としてずっと全国を回っていないみたいで、うんね、だからそれこそお店を任せられるようになりたいし、うん、できる人もっと増やしたいし、うん、ずっと言ってましたね、そのエクステをもっと価値を上げたいみたいな、エクステってなんか一時期ブーム去ってもう今って、うん、どっちかというと加工気味ですよね、加工ですね、下火じゃないですか、うん、でもそうじゃなくてエクステってもっといろんな人に喜んでもらえるっていう、うん、そんな思いがね、うん、強い方なので、うん、
ぜひいろんな人に来てほしいなと思います。そうですね。うん。まあ、ただですね、うん、やっぱりこの技術を教える場なので、うん、やっぱり多くの人には難しいっていうのはあるって、うん、実際ですか、二藤さん的にその山本さんと講師一人じゃないですか、うん、で生徒さんがいるって中で、うん、じゃキャパってどんぐらいになるんですかね、一気に教えられる。まあ実際 5社か5から10、多くても10じゃないですかね、頑張っても、ね、うん、で 見切れないですもんね。そう、本当そう思いますね。いわゆる講習会みたいな形になると思うので、うん、本当ね、多分山本さんの店以外ないんで、これできるところが。そうなんですよね、うん、で山本さん曰く、それをじゃあどこかがこう独自で習得できるかっていうと、それもやっぱ山本さんだから、こう何20年こうエクステ業界にいて自分で編み出したものだから、まあ、そうそうこう見つけられないと言ってましたね。うん、うん、相当特殊なんですね。特殊みたいです。ただコツが分かれば簡単っていう、なんかちょっと不思議ですよね。そう、不思議なんですけどね。伊藤さんもまだその詳しくは分からない。そうです、やり方は聞いてないですね。うん、でもね、女のお客さんが多い店であったら、自分の店が、まあ、全然導入してもいいなと思いますけどね。うん、なので、まあ、ぜひ、まあ、すごい少人数になると思うんですけど、うん、私山本さんもやっぱお店があるので、うん、そのなんか何日間も、ね、できるわけじゃないので、うん、まあ、最初は多分1日限定とか、その1回限定になると思うんですけど、うん、少人数で、やろうと思ってますので、うん、まあ、ぜひそのお店に導入したいっていう人もそうですし、うん、もしゆくゆく講師になってもいいなっていう人も、ね、うん、来てくれると、その山本さんとしてもありがたいと思うので、そうですね、ね、もうそういう気持ちなくてもいいんですけど、うん、ある人はなおさら注目してほしいなと思います。うん、はい、まあ、詳しくは今後また二藤さんと山本さんの、まあ対談の音声をちょっと配信する企画もやるので、うん、そこで詳しくね、山本さんから話聞いていただいて、そうです、興味ある人はね、来てほしいですよね。うん、そうですね、またヘッドスパとかその髪質改善系みたいに飽和させる気はない、うんうん、その地域ごとの一社だけっていう感じで、うん、山本さんとも話してるんで、もうそこの地域の武器、その店にしかできない武器っていう形で届けたいなって思ってるんで、うん、まあ興味あったら多分本当にこの来ていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけど ね、うん、ね、僕らホームページもそうですけど、やっぱりね、なんかいっぱいこう広めたいっていうのは気持ち的にはあるんですけど、うん、やっぱり教えた人がちゃんと数字で結果出してほしいってところでやっているのがあるので、うん、限られたところになってしまうと思うんですけど、はい、自分の地域が埋まる前にそうです、ね、ぜひ学びにいらしてください、うん、はい、ということで、また詳しいご案内は二藤さんのメルマガであったり LINE アットでしますので、そちらご注目ください。はいはい、というわけで今回もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。